このような潜在、あの、そ、あの、占領と、あの、封鎖や、あの、完全生活コントロールっていうのが存在する限り、もうガザの中にいる人たちはハマスじゃない他の抵抗運動が生まれるわけですよね。これを耐える人って誰もいないと思うんですよ。だからここでこういうふうなことをやめたいんだったら、まず大事なのは平和を作ることなんですよ。本当の平和っていうのは平等で公平な平和ですね。ただ閉じ込めて武器をなくすのが平和じゃないです。ハマスに武器が入らないようにするっていうのも平和じゃないです。平和っていうのは本当に両側が納得して、もうこれ以上する必要ないですねっていう納得が平和なんですよね。だからそういう平等で、あのパレスチナ人にとっても平等で、あの平等で、あの公平な平和がなければ平和じゃないと思うんですよね。オペードスタートです。